どうかしたのか。みんなあんたのことを話してたけど。俺を外しやがったんだよ。え、誰が？全員だ。待て、最初から詳しく聞かせてくれ。わかった、説明しよう。今回捕まったのはドーバのピーター、ゲオルグ・ワイス、そしてヘラルト、通称フロストと呼ばれてるやつだ。何ヶ月もお尋ね者になってたクズどもだ。やっと捕まって処刑の準備が進んでる。かなりの規模だ。遠くから大勢の人が見に来るだろう。それはあんたにとっていいことだろう。そうだな、俺が処刑するってんならな。ラッタイの処刑を執行するのはあんたの役目だろう。そうだ、ただの役目じゃない、権利だ。クビになるわけじゃない、ただ講習代を貸し付けるだけだよ。タトよ、本当に不当な扱いだと思う。そういうことだ。じゃあ処刑は誰が？クッテンバークからわざわざハインツという処刑人がやってくる。でかい見せ物だって言ってな。俺が処刑に失敗したことがあるか。いつも一発で首を落としてる。領主が首吊りを長引かせたいなら何分でも殺さずに吊るしたままにしておいた。手っ取り早く終わらせたいって時は一発で仕留めてきた。ずっと務めを果たしてきたんだ。今さら追い出すというのか。何かできることはあるのか。何も、領主たちが決めたことだからな。何も、このまま彼らの好きにさせていいと。いや、思っていないだが。あんたはラッタイの処刑を執行する権利があるんだろう。もちろんその通りだ。あんたには権利がある。もちろん何をすべきかは分かってるんだろう。しかしその処刑人にはもう報酬が払われてる。助手も連れてきてるらしい。ハインツが道中で殺されでもしない限りこの処刑は止められないだろう。それは無理だな。当たり前だ。あいつらが処刑をしくじれば一番いいんだが。クッテンバークの有名な処刑人が仕事をしくじる。群衆は笑い、俺を出せと騒ぎ立てるだろう。で、あいつは二度とここに呼ばれなくなるわけだ。いいじゃないか。それで方法は？問題は刑罰の内容がわからないことだな。発表は処刑の直前だ。それからことを起こすんじゃ遅すぎる。執行官なら知ってるかも。多分な。しかし刑罰の内容を知ってるのはハインツだけだろう。ちょっと考えがあるんだが、手を貸してくれるか。もちろんだ。そうか、ありがとうヘンリー。何から始めれば？まずは執行官から受刑者どもの罪状を聞き出してくれ。それから視聴者にある黒の調書を調べるんだ。俺の任期よりも前まで遡れる。そこから今回の受刑者と似たような記録がないか調べてくれ。犯した犯罪の種類、そして受刑者の生い立ち、貴族か奴隷か、同じような記録が見つかればそこから処刑方法を絞り込める。絞り込めたら教えてくれ。その後計画を練ろう。行ってくる。それからヘンリー。ん？奴らは公主台の丘にある俺の晒し台を使うつもりだ。しばらく足止めするつもりだが、おそらく1週間が限界だろう。覚えておくよ。会えて嬉しいよ。黒の調書を見せてもらえませんか？当然無理だ。ほんの少しで終わるんだけど。どれだけ価値があるか分かっているのか？一人でもそれに近づくことを許したら、そこら中の田舎者たちが全員押し入ってくるだろう。言っておくけど、執行官の許可はもらってるんだ。ああ、なるほど。それだったら話は別だ。ありがとう。ああ、それと、私がお前に取った態度については秘密にしておいてもらえるか。気をつけて。待て、今開けてやる。黒の調書はそこの窓側だ。
んれまあひどい格好だよ。大規模な処刑が行われると聞きました。いかにも我々の町の誉れ高き催しになるだろうな。何年先までも語り継がれるはずだ。首を切られる奴らはこの辺りでは一番のお尋ね者でならず者だよ。ドーバのピーター、ゲオルグ・ワイス、そしてフロストのヘラルトだ。何をしたんです？むしろしなかったことは何ですか？だな。この国全域で騒動を引き起こしている。ドーバのピーターとは誰なんです？財産を失った貴族だ。何ヶ月間も行商を強盗している。それだけ？はじめはな。しかしだんだんと奴の一味は血に酔い始めた。追っ手の分隊を皆殺しにしたのだよ。もはや言い逃れはできんな。ヘラルトはどういう人物ですか？奴は常に氷のように冷酷なのでフロストと呼ばれている。あのことがあるまでは。私は仕事上多くの殺人犯や凶悪犯を見てきたが、あれは悪魔だ。なぜ？人間の泣き叫ぶ声を聞いた時だけ笑みを浮かべるそうだ。あの獣は楽しみのためだけに殺しているんだよ。捕まえた時、奴はろうそくを、幼児の腕で作られたろうそくを握っていた。縁起がいいからだそうだ。ひどい。ワイスについては身元がどこなのか全く分かっていない。だがこの男こそが殺人の起源だとまで噂されている。目撃者は一切残さない。怪しまれるぐらいなら村人全員を皆殺しにする道を選ぶ男だ。知っておきたいことはそれだけです。助言を頼む。あいつらが何をしたのか分かったか？黒の調書はどうだ？ああ。では調べたことを話してくれ。それから考えていこう。いいか、俺は助言できるかもしれんが、お前には黒の調書から必要な情報を正確に持ってきてほしいんだ。どの処刑人にも自己流のやり方がある。あの野郎もいろいろとやり方を考えているに違いない。ピーターは多くの殺人を犯した。それでも貴族は貴族だ。首を切られる。そうだろうな。罪は大きいが、それでも貴族だ。尊厳ある死が選ばれるんだろう。ゲオルグは血に飢えた男だ。その陰には死体の山が見え隠れしてる。奴は尊厳ある死には値しない。縄に長時間吊るされることになる。殺人犯にはそれがお似合いだ。筋が通ってるな。ヘラルトはまさに悪魔の使いだ。奴の所業を聞いたらどんな極悪人でも真っ青になると思う。拷問にはたっぷりと時間をかけるはず。奴は殺してくれとすがるだろう。俺の読みが正しければ、まずは肉を削ぐことから始めるはずだ。ああ、そうかもな。そうなっても仕方ない。必要なことは全部揃ったか？すべての可能性は考えた。他にも考えることはないだろう。それで、計画は？一撃で首を跳ね落とす。処刑人にとって最大の自慢だ。だからこそその剣は技物である必要があるし、カミソリのように鋭くなければならん。なるほどな。でもどうやって剣に近づくんだ？簡単にはいかないだろうな。処刑人にとって剣は一番大切な道具だ。他の剣にすり替えればいいんじゃないか？すぐに気づかれる。剣先が尖ってなくて重いんだ。普通の剣とは違う。重心の取り方も違うな。あんたのを使えば？それもダメだ。処刑人は自分の剣を熟知している。手に取った瞬間それと気づくだろうよ。じゃあそれを盗んで刃を鈍くして誰かが気づく前に戻す。ああ、おそらくそれが唯一の方法だ。そりゃ面白そうだ。剣を鈍くするにはどうすれば？石の壁に切りつけようか？お前は鍛冶屋の息子じゃなかったのか？
砥石器を使って潰してやればいいだろう。騒音も少ないしな。これで十分だ。肉をそぐということはできるだけ殺さずに長く苦しませるということだ。じゃあ刑を開始してすぐにヘラルドを殺したら、処刑人は赤っ端だろうな。でもそうさせるにはどうすれば。わからん。処刑人の技量によって左右される。経験を積んだ者は出血量が多くない箇所から始める。脇腹、胸。クッテンバーグの処刑人は間違いなく経験者だ。だな。つかみバサミのような特殊な道具は使うんだ。で、肉をそがれた罪人は傷の手当てを受ける。拷問を続けられるようにな。傷の手当てをする人を酔わせるというのは。やめておけ。ラッタイの誰かかもしれん。そうでなくてもそれで責められるのは処刑人じゃない。ハサミに毒を塗ってみるのはどうだ。何を使うかは知っているのか。少しは手に入れる当てもある。いいかもしれん。いい案だ。これで十分だ。首吊りはどうだ。いいところで縄が切れたりすれば処刑人にとって耐え難い不名誉になる。見ている者はそれを神のおぼし召しだと思うし、場合によっては受刑者が解放されてしまう。遠くから縄を弓で狙い撃ちしてやる。バカを言うな。敵来ない。でもどこでそんな馬鹿げたことを思いついたんだ。誰かにたぶらかされたか。たとえ当てられたとしてもロープの強度を甘く見るな。そのそれに何とか当てられたとしても誰かが気づくとは思わないか。あまりいい発想じゃなかったかもしれない。そうだな。すり替えてしまうのは。いいかもしれん。使っていない古いロープがある。一見丈夫そうだが中は腐っている。ちょうどいいだろう。いいね。使わせてもらう。切ってしまうのはどうかな。ダメだろうな。処刑人は首吊りの準備中に講習台を確認するもんだ。何かあればすぐに気づかれる。それで十分だ。ありがとう。これで拷問された奴はすぐに死ねるだろうな。
それでいいだろう。これで大人の男を吊るすのは無理なはずだ。よし、これでもう鶏の首も落とせないだろう。処刑について終わったのか。もう処刑を始めさせても大丈夫か。ああ、あとは見に行って楽しむだけだな。私は我が魂をあなたの御手に委ねます。主イエス・キリストの御名のもと、主の尊い血で罪をあがない憐れみをして私を天国へ導くために。アーメン。見たか、ありゃ完璧な恥さらしだ。間違いない。あの後処刑人は顔を上げられないみたいだった。確かに誰もが楽しみにしていた開始直後の断首で大失敗したんだからな。そして奴はハサミを取ってそれでそいつはすぐくたばった。あの呆然とした顔は最高だったそれで狂犬みたいに切れやがって、切れて最後のやつを掴んでで罪人を釣ることもできなかったとはお前への感謝はずっと忘れないぞ。お前は俺の仕事を救った。報酬があって叱るべきだ。ありがとう。